快適な体に作り変えるチェブラブートキャンプ6日目内もも。今回は内ももを鍛えていく動きです。一緒に頑張っていきましょう。まずマットに横になります。そして上の足を前に出して下の足を伸ばします。伸ばしている下の足を上と下に動かしておきます。でしっかり太ももが床から浮くくらいですね、足の付け根から動かしていくようにしてください。なかなか内もも鍛える機会がないと思いますので、結構ねこの動きだけでもきついと感じる方も多いのではないでしょうか。しっかり足の付け根から動かしていきます。こうテンポを速くしても上体がぶれてしまわないようにしっかりお腹の力で支えておいてください。足の付け根から動かしていきます。では反対側も同じように行っていきましょう。上の足は前に出していただいて下の足を上下に動かしていきます。足の付け根から動かしていってください。この、太ももの部分ですね、太ももの部分がしっかり床から離れていくように足の付け根から動かしていきます。これは内転筋っていう、こうももの内側の筋肉を動かしている動きです。頑張れ、あと少し。はい、OK です。ではですね、次のエクササイズに移っていきましょう。仰向けにゴロンと横になっていきます。そして足の付け根から膝はしっかり外股に開いていただいて足の裏と裏を合わせます。この状態からお尻を浮かせて下ろすという動きです。テンポよく行っていきましょう。浮かせて下ろす。これしっかり膝を開いておくことでですね、これ内ももの筋肉を鍛えていくような効果もありますので、しっかり膝は開いた状態のまま行っていきます。しっかりお尻を引き上げます。お尻を上げるときは肩から膝までが一直線になるくらいですね、しっかりお尻を引き上げていきます。この動き、内ももの筋肉だけではなくってお腹の筋肉や背中の筋肉というような体幹部の筋肉も一緒に鍛えています。さあ、股関節周りを軽くストレッチをしておいて、でそしていよいよ最後のエクササイズです。ゴロンと仰向けになっていただいて、両方の足は天井に向かってまっすぐ伸ばします。そして足の付け根から開いて閉じるという動きです。ハサミのように動かしていきます。ハサミのようにしっかりと動かしていくことから、これシザーズキックというふうに呼ばれているエクササイズです。かなり内ももの筋肉使っています。この動きがきついなという方はですね、軽く手で足を支えるようにしていただいても構いません。できる方はですね、自分のお腹の力で支えながらやっていきましょう。あと少しです。はい、では膝を抱えていただいて腰回りをストレッチしておきます。ではストレッチしておきましょう。両方の腕を伸ばしていただいて、腰回り、脇の下、ぐぐぐぐぐぐぐっと伸ばしていきます。すごい短時間だったんですけれども、かなり筋肉を集中的に鍛えた動き、鍛えられる動きですのでね、ぜひお家で繰り返してやっていただけたらと思います。脇腹もストレッチしていきましょう。ぐーっと伸ばしていきます。はい、反対側もストレッチしていきます。ぐぐぐぐぐぐぐっと伸ばしていきます。
けです。どうもお疲れ様でした。またお会いしましょう。さあ、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチェブラチャンネルでは、更年期を健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。症状別の対策ケアや、また自宅や出先でもできるようなエクササイズ方法などなど役立つ情報を発信しています。何歳になっても快適な体で自分の人生を楽しみたいという方は、ぜひチェブラチャンネルチャンネル登録をお願いします。またグッドボタンを押していただけると更新の励みになりますのでお願いします。こちらでもいろんな情報を発信しています。 Twitter、Facebook、Instagram やブログなど、ぜひフォローをお願いします。詳しくは概要欄に URL を貼っておきます。また初の著書、チェブラ体操が出ました。体の変化や対策ケアが分かりやすく書いてありますので、よろしかったらお読みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。